酒蔵巡りなんてそそられる響きなんだろう。飛騨の料理って食べたことないかも。というわけで飛騨の高山へ。素晴らしい眺めを魚に列車の旅、最高。いざ出陣。絶対に飛騨牛を食べようと決めていたのだ。旨味が広がって口の中でとろけていくよ。はあ、江戸時代にタイムスリップしたみたい。私グエンと言います。ベトナムで日本酒を作りたいんです。お二人はお付き合いされてるんですか？結婚を考えています。初めて来た土地でいろんな新しい出会いがあって、初めての味にも出会って、こんな素敵なことが起こるのが旅の醍醐味なんだね。酒が進む進む。ん？もうエンドレスだ。若子酒スペシャル、飛騨酒蔵巡り。バカじゃん。